どうも、ミスター X です。トップバズ塾ビッグデータバンクサロン生からの質問205。長く運営・投稿を続けていればアカウント優遇はあると考えていますかということですけれども、アカウント優遇というものがどういうものかはちょっとピンとこないところもありまして、というのも、私自身もですね、7ヶ月ぐらいずっと 運営してきた私が一番長くて長7ヶ月一つのアカウントを7ヶ月運用した経験がありましてで他に私の知ってる人で9ヶ月とか、えー、半年一番長いので9ヶ月ですかねであとは半年とか6ヶ月とか運営されてる方は知ってるんですが、まあ、優遇があるっていう風な感覚はあまりなくてですね うーんまあ、突然、単価落ちもしましたし、特別そういうのはないのかなと。で、あえて言う,な言うのであれば、やっぱり VIP アカウント V ってついてるやつですよね。えー、アカウントの、まあ自分のね、あのー、写真のところアカウント、アカウントの紹介写真のところで V ってついてる。 vip アカウントの方っていうのはまあ優遇されているのかなという風うにかん考えております。以上です。ありがとうございます。